山村土地下は、愛媛県伊予郡正木町出身の元プロ野球選手。高校3年夏は、県大会で全国制覇することになる松山賞に敗れてベスト8。九州協立大学1年秋、明治神宮大会で当時アマチュア球界最強を誇った近畿大学を相手に高騰し、注目を集めた。2年の大学選手権では、延長10回0から1で敗れたものの、 上原浩二と投手戦を繰り広げて、評価を高めた。翌年秋の明治神宮大会では前、試合休園登板も、決勝では2年後輩、荒垣なぎさの後を受けて5回無失点に抑えて、大学日本一となった。4年の大学選手権も、荒垣との先発日本柱で臨み、初戦完封すると準決勝で、木佐抜きと投げ合って9回1死までノーヒットノーラン。 延長10回で赤敗。福岡六大学リーグ通算39試合登板し23勝6敗。最優秀選手4回、ベストナイン3回受賞した。2000年のドラフト会議で、福岡大英ホークスを逆指名し1位で入団。同期の山田明親と共に成り物入りで入団した、ものの1年目のキャンプで故障。その後も、原因不明の腕痛。 右肘骨折など度重なる故障に悩まされ、二軍戦にも満足に登板できない日々が4年間続いた。ある年の契約公開時には自ら対談を申し出たこともあったという。2005年8月7日、楽天戦にて5年目にして一軍初登板。2007年3月29日、楽天戦で同点の9回西から5番手として登板。 中前打を浴びた者の盗の塁石でピンチをしのぐと、その裏に、柴原用のサヨナラ本塁打が飛び出し、プロ入り7年目にして初勝利。2008年は一軍登板なしに終わり、11月に戦力外通告を受ける。同時に、山田も戦力外となっておら、成り物入りで入団した二人合わせて、わずか17勝という結果に終わった。 その後12球団合同トライアウトに参加したものの、獲得する球団は現れなかった。2009年1月、アメリカ球界への挑戦を表明。独立リーグやメジャーリーグ組織との契約を目指して、アリゾナウィンターリーグに参加。同年4月、メキシカンリーグのモンテレー・ーサルタンズにテスト入団。しかし、9試合で0勝3敗。 防御率8.22と結果を残せず、5月26日に戦力外通告を受け退団。帰国して、秋のトライアウト受験に向けて、トレーニングを行っていたが、右肩に故障が見つかり引退を決意。その後は、自身が故障に苦しんだ経験から、理学療法士を目指し、専門学校に進学した。2001プロ、野球プレイヤーズ名館スポーツ日本新聞社。 週刊ベースボール増刊大学野球2000、春季リーグ戦展望号ベースボールマガジン社、週刊ベースボール増刊大学野球2000、秋季リーグ戦展望号ベースボールマガジン社、理学療法士へ一級実行元ドラフト1位、ホークス投手さん尊路忠さん。西日本新聞。 http://www.nishinipon.co.jp スラッシュフィーチャ、えースラッシュストーリーブルー,ルー,ースカイアーティクル16466 2014年8月6日閲覧ありがとうございます <laughs>